皆さんこんにちは。写真家の成沢です。どうも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 。最初にニュースを2つ、トラフェスっていうイベント皆さんご存知ですかね。まあ、星空をカジュアルに楽しむイベントなんですけども、去年は大阪と東京でやったのかな。もともと大阪、京都 のお寺で星空をにまつわるイベントを開催するっていう、まあ、星空を純粋に見たりとか、あと星空に関係するそのイベントとかトークショーとかライブとか、まあ、そういうのがあって、まあ、そういうのを全般的にそのカジュアルに星空を楽しむっていうですね。で、まあ、今年はまあこういう状況なので、まあ、ちょっとどうなるかわからないんですけども、その今ソラフェスさんのサイトを見てるんですけどね、ソラフェスさんのサイトのこの下の方にですね、空と生活っていうページがあるんですけども、この中でですね、実はコラムを担当させていただくことになりました。宇宙に寄り道っていうタイトルで、まあ、星空写真家が紹介する、なんかその月におすすめの天文現象というか、私がなんかこういうの結構気になってます、こういうのいいですよねみたいなのを3つ紹介するっていう、そういうコラムなんですけども、それがスタートしました。ぜひですね、まあ、これ見てください。ソラフェスさんのホームページの空と生活というリンク先からも飛べますし、私のホームページからも飛べます。一応概要欄にも貼っておきますので、毎月ですね、更新していきます。こちらぜひご覧ください。次に紹介したいのが、私が講師を務めさせていただいている富士フィルムさんの講座でアカデミー X っていうのがあるんですが、このアカデミー X がですね、これもやっぱりコロナウイルスの影響でずっと開催されてなかったんですけども、オンライン講座っていうのをスタートしました。アカデミー X オンラインですね。まあ、その中で私の講座がですね、なんと開催することになったんですよ。6月13日かな。まあ、これ今アカデミー X のホームページを見てるんですけども、まあ、講座一覧っていうところをクリックすると、今、まあ、一番最初に出てくるオンライン講座 X シリーズで撮る星空撮影の方法っていうのが出てきます。まあ、これを担当することになりました。6月13日の14時から1時間10分のオンライン講座なんですけども、まあ、これありがたいことにもう全部定員50名で、まあ、満席になってるみたいで、まあ、また次回こういうのを開催されたらぜひご参加いただければなと思うんですけど、あのアカデミー X もまあ東京と大阪でをメインでやっていたので、地方の方からこっちでもやってくださいとか、参加したくてもなかなか行けないとか、そういう方もいらっしゃったんですよね。まあ、そういったニーズがもともとあった中でのこのオンライン講座なので、今まで参加できなかった方も参加できる有意義な講座なんじゃないかなと、まあ、皆さんに喜んでいただけるように頑張りたいなと思うんですけど、今日はですね、このアカデミー X のオンライン、アカデミー X オンラインに合わせてウェブ環境を整えたいなと思って、2個対策したんで、それを、紹介したいなと思います。一つは Wi-Fi 環境の改善ですね。今無線 LAN で飛ばしてるんですけど、パソコン2台あるからっていうのもあると思うんですけど、なかなか混線したりとかして、で Wi-Fi 中継機を買ってですね、結構途中で途切れるんですよね。ずっとつながりっぱなしじゃなくて、ちょっとなんか調子が悪い時が多々あったので、まあ、これはオンライン講座中にこれが発生したら大変だなと、これを友人に紹介いただいてですね、導入したんですね。コンセントに挿して、そこにその LAN ケーブルを使うことによって、あの1階から2階にね、 LAN を這わせたりとか工事をしなくても、コンセントを利用してデータ通信を行えると。1階のその Wi-Fi の親機、モデムルーターから LAN ケーブルを引っ張って、それをコンセントに挿してですね、2階のコンセントに呼気を挿して、そこから LAN をパソコンにつなげるという風にすることで、すごく Wi-Fi というか電波環境が安定したんですよ。困っていたんですけども、まあ、これで一発解決しました。 Wi-Fi じゃなくてイーサネットでつながるので、すごく電波環境が良くなって、まあ、これで途切れることはなくなったんですよね。なんかあんまり使ってる人いなさそうだったので、ちょっと紹介しました。私みたいに Wi-Fi 環境にちょっと困ってる人はぜひお試しください。でそれから、ウェブカメラ、富士フィルムのカメラを使ってウェブカメラ化をするソフトが公開されたんですね。これ使ってアカデミー X やってみようかなと思うんですよね。富士フィルムさんのサイトから、
富士フィルム X ウェブカムをインストールしてくださいと。 Windows バージョン 1.0.0.0 と、Mac がまだ対応してないみたいですね。じゃあちょっと、はい、インストールされました。一応そのインストール手順っていうのがあるので、まあ、それに沿ってやればいいのかな。今テストページでやってるんですよね。話し本当は聞こえます。はい、今 X ウェブカム繋いだんですけど、よく手順を見てみたらですね、いろいろありますね。あ、そうそう、これ抜いてね、パソコンから抜いて、まず撮影モードを S に、パソコンに接続しないで撮影モードを静止画撮影 S にして、それからこれね、ちゃんと前もってね、接続できないと。あ、来た。こうやればいいかな。はい、こういう感じでできるみたいです。あ、よかったよかった。つながったつながった。無事設定が済みました。とりあえず Wi-Fi 環境を整えて、せっかくだから富士フィルムのカメラをウェブカメラ化したということで、これでアカデミー X オンラインの準備は万全です。今日これで終わりです。アカデミー X オンラインにご参加の方々、お会いできるのを楽しみにしています。私もオンライン講座初めてなので、うまくいって皆さんに満足いただけるように頑張ろうと思いますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイしたっけねー。